干毎年恒例となったかなという感じがしますが、 FT00 のタッチ谷沢さんがお越しになりました。まずはタッチからお願いします。あ、こんにちは、タッチです。まずはタッチです。どうもよろしくお願いします。マイク渡してもずっと喋り続けるような人たちです。フリースタイル部門と、はい、いう形で FT00、はいはい、タッチも乗ってなんで、もう何年ですかね、4年5年そのぐらいです。あ、そう、はい、じゃあもう先輩ですね。先輩、うん、まあ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 、まあ、大先輩、先輩ですか。あ、そう、まずじゃあ僕より先輩の渡辺淳くんです。どうぞ。その奥に並んでいただいて、あ、失礼しました、淳さん、はい、大先輩の、はいはい、そしてこの DVD を制作していらっしゃるんですかね、続いて、はい、次が、しげちゃんです。すごい家族みたいな感じですね。はい、では、まあ、ハルダプトンってじゃあ何なのっていうことをどっか言って、僕たちのそのチーム、ハルダプトンって一体何なの、布団って何なのっていうところをちょっと、ハルダプトン、はい、トップのしげちゃんが話してくれるんで、じゃあしげさん手短にお願いします。あ、手短にお願いします。喋りそうだなこの人。ハードル上げましたね今。ハルダプトンっていう名前の、特に布団屋っていうわけではないんですけど、メジャーにはできないのに世界に発信を合言葉にする人を出ている、エンターテインメント集団、ちょっとかっこよく言いましたけど、はい、はい、最初はもともとはみんなバラバラのメーカーのライダーだったりしたんですけど、なぜか付き合いが深まりにつれ一つの場所にたどり着いたっていう形なんですけど、ほうほう、なるほど、コンセプトものすごく、はい、ワールドワイドな感じで、はい、でもネーミングは原田の布団ですか。そうですね。ギャップを狙ってます。狙ってます、はい、主人ギャップ。ドンとスノーボードって全く関係ないな気がする。そうですね、そう、はい、そこがいいな、原田布団ね、はい、で原田布団のこの DVD 今、そうですね、今の方で、もう全国各地から集まったライダーで映像の方を作ってるんですけど、はい、毎年みんな熱い映像の方を作ってるんで、めちゃくちゃこの映像見たいんですよ、この真下から。手がついて見えないんで、こんなビッグビジョン見ること、はい、作った瞬間自身もないじゃないですか。あ、何も今見えない状態なんですよ。でもいい感じの、はい、ほう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 、こういう活動というか、まあ、こういう動きをしてるんですね。そうですね、はい、ハルダプトン、はいはい、そしてじゃあみんながじゃあハルダプトンになるわけだ。そうです、ジュンさんも、じゃあちょっとジュンさんのお声聞かせてもらいつつ、ジュンさんからは何かどういう話が、これと言いたいのかって。あ、これと言って、あるでしょ。ジュンさんがじゃあスノーボード練習的にはこの FTWO のチームの中でも一番これです、はい、やっぱ落ち着きがあるんですかね。なんなことはないですかね。楽しいですか、みんなのスノーボードして。もうなんかみんなではっちゃい見るのがすごい楽しくて、さすが先輩も超ラブな感じで、いいメンバーに巡り合えたと。潤先輩からちょっと板のね説明、おそらくタッチがする担当になってるはずなんですが、あえてここあえて、タッキーで、タッキーがね、喋ると、ものすごく完璧なんで、ちょっとまずは一言、このニューモデル、持ってきて。本日は FTWO のライダーがね、あそこでね、正座してるって言うんですよ。あ、そうします。マイク、ノブさん、至急ステージの方をお上がりください。よろしくお願いします、はい、じゃあちょっと自己紹介。あ、こんにちは、FTWO でライダーをしまってます、ノブです。 NOB って書いてノブって呼ぶ。はい、それは誰でも呼べますね。ノブ、じゃあノブ、せっかくいい調子なんで、はい、この今シエさんが持ってる板の一言、これどこがポイント、これどこの板ですか。これ知らないポイントそうです、これ FTWO ランダムっていう板で、うん、めちゃくちゃ調子いいです。何が調子いいかというと、調子いいです。はい、ノブさんとシエさんでした。ありがとうございます。じゃあシュンさんだけ、ちょっと残っていただいて、しっかり何だっけ、両手が違う、両手のエッジのヒールサイドとヒールサイドのエッジのサイドカットが、サイドカットが違くて、何だっけ、これゴムが挟んでるんだ。ロー君の説明の仕方は本当に、ね、ライダーっぽくていいと思います。そういう感覚で伝えるっていう名称がね、名称が全く分からなくて、そういうのでいいと思うんですよ。じゃあとにかくノブのライディングを見て、板が良いと横滑りしかできないということをね、はい、だって何のフォローにもならないですから、プロモーションタイムせっかくなんですけどもね、もう半分経過、ノブとシエとジュンのこのおかげでもう半分経過しましたね。じゃあここからタキに、はいはい、ではちょっとタッキーは、はい、板はね、シエさんに持ってもらって
って、はい、両手開けて説明してください。ね、いつもよりも、ね、時間半分になっちゃったんで、コンビネーションよくお願いしますよ、はい、まず、モデルはランダムでーす。こちらですね、フリースタイルのツインボードなんですが、普通のツインじゃなくてアシンメトリーツイン、ツーサイドとヒールサイドは形違いますよ、硬さも違いますよという、体重のかかるヒールサイドだけ硬くて反発が強いので、ターンが安定します。ツーサイド側は、荷重がかかりづらいのでその分柔らかく作って、ターンが簡単に入りますよ。なるほど。ちょっと素朴な疑問、グーフィーとレギュラーがちっちゃく変わったらどうなるんですか。あ、関係ないです。もう概念的にはノーストテールという概念は一切なくて、ツーサイドとヒールサイドの概念しかないんで、まあ、グラフィックは高さになりますけど基本的にはツインなんですね、はい、完璧にツインだからツーが乗ってもヒール側とツー側が変わらないと、はい、グラフィックはでも変わりますよね。グラフィックだけは反対になっちゃいますけど、基本的にグラフィックもどっちでもいけるようになっていることから、そういう設定になってるモデルになってるんで。ああ、なるほど、はい、じゃあ続けてください、はい、すいません。でさらに今年は今ロッカー流行ってますね、ロッカーボード。でもこれはバリオロッカーという次世代のロッカーが乗っかってます。バリオ、バリオ、バリオです。バリオ、どういう意味ですね、こちらですね、実はパッと見キャンバーなんですよ。パッと見キャンバーでロッカー、はい、荷重をかけるとロッカーになるっていう。なので普通に反発を使いたいときはキャンバーの反発を得られるんですよ。でもターンをしたいだとか、まあ、グラドルぐらいでフリーに動かしたいときに荷重をグーってかけてる状態ではノートテールが浮き上がってロッカーになるっていう、不思議な人です。その、まあ、あの言葉の意味では分かったんですけど、じゃあなんでそうなるかという理論的な話は、理論、なんでそうなるかっていうのは僕も構造的なことはよく分からないんですけども、まあ、なぜそういうふうにしたかっていうところが大事ですね。ああそうね、構造理論、なぜその機能が必要なの、はい、でまずあのロッカーって今流行ってるのはやっぱり取り回しが楽ですよ、はい、ターン持ちやすいし逆エッジもしづらいし楽しい、僕も実際乗りましたけど楽しい、うん、ただしでかいキック遊ぶだとか高速でアイスバーンをフリーサービスするだとか、うん、そういう時にどうしてもやっぱ反発がない分触れたりだとか、ね、うん、ちょっとヌルヌルした感覚があったりだとか、うん、あとグラトリするとやっぱりロッカーだと反発を得ることできないから高さが出なかったりだとか、はい、ぐるぐる回しづらいですよっていうのがあったものに対して反発を残してるんですよ、ちゃんとキャンバーの、まあ、あの1本で全ての美味しいところを全部取っちゃうみたいな。本来であればあのそういうシーンに合わせて板を変える、まあ、ロッカーなのかキャンバーなのかっていうところもあったと思うんですけど、はい、それを1本でやっちゃう、やっちゃう技術、まあ、これが強引に感じますけど、これがね、実は今回あのフリースタイル乗ったのは今年で初めてなんですけど、はい、数年前から実はそのオリンピックに出た F2 の F2 の方のブランドが数年前から採用されてる機能なんです。その機能で今回のオリンピックも2人送っちゃってますから、先に行ってますね、はい、それをフリースタイルにいよいよ F2 の F はフューチャーファーストファクションですごめんなさい、フューチャーの意味もあるんです。ああそう、入れてきます、入れてください。ゴムがどうのこうのそうですね、ここに足裏にですねゴム入ってるんですよ。足裏ちょうどエッジに1センチ分ぐらい、まあ車で言えばショックアブソーバーサスペンションの役目するので、グッと踏んできたところに対して力を和らげてくれる、雪面の凹凸に対して板がグニャグニャとして変化してくれるんで、雪面をしっかり捉えます。いいところはそうですよ、タッキーさんならおそらくあのネガティブな質問にも心よく答えてくれると思うんですけど、はい、もうゴムって硬化するじゃないですか、はい、そうなるとどうなる。あ、基本的にこのゴムに関しては天然劣化っていうものも、そのことの耐久年数って大体3年から5年で作られてるんで、その間は大丈夫です。すごい、ちゃんと答え持ってる、すごいですね。もう穴がないというかね、ということは板もそういう感じなんでしょうね。まあ、FTWO から今日は豪華に4人お越しいただきましたんで、ジオさんからラスト一言ずつ、じゃあボスお願いします。ボスメッセージ、いい段で興味があれば乗ってもらえると嬉しいです、よろしくお願いします。ジオさんでした。続いて NOBO ですか、ノブ。 NOBO さんノブですよ、あえてね、気づいた、NOB ノブ、はい、ノブ、本当になんだろう、すごい軽くて走るし、めちゃめちゃ調子いいなんで、まあ、みんな乗れば分かると思うんで、よろしくお願いします。本当にライダーのメッセージだったと思います。いいですよ、ノブ。ああ、いや、ノブ。ありがとうございます。そして、ジェイさん。はい、本当に、ライダーのみならず、一般ユーザーの方も、どんなレベルの方も遊べる板、そして楽しめる板だと思うんで、ファン&ファンクション、本当に皆さん、一度乗ってみてください。よろしくお願いします。ファン&ファンクションで F2 よ。ね、FTW。はい。じゃあ、タッキー、最後はこれ、綺麗に締めていただいて、はい。今年は雪も多いんで、楽しみましょう。おー。以上です。ありがとうございました。FTW の皆さんでした。どうも。